天気予報です。日本海側は断続的に雪のところが多く降り方が強まることもあるでしょう。太平洋側も所々で雪が降り、関東の平野部でも一部で雪がちらつきそうです。全国的に北風が冷たく寒さが厳しいでしょう。週間予報。明日も日本海側は雪ですが、土曜日は広く晴れるでしょう。日曜日以降は西から雨となり、火曜日は関東の内陸で雪の降るところもありそうです。天気予報でした。